毎日がうまく時間が使えずに嘆いている。どうすりゃいいのかって本を読んだり。さあ今夜も始まりました、第12回稲田和真のパロチャンネル。この番組は通常ライブでは語ることのない音楽について、また普段聞くことのない日々の出来事をありのままに伝えていくトーク&バラエティ番組です。毎月第4木曜日21時から映像配信としてお届けしております。司会は同じく山崎愛斗。はい、私稲田和真でお届けいたしました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。1年経ちました。1年経って司会がこんなにも見事なまでに今回はすごく今回は安定できました。そうですね、もういろいろと苦難を乗り越えやってきましたが、とうとう一年で、はい、年も一つ取り、ね、はい、ありがとうございましたが、稲田さんって大阪来られて何年目ですか？うん、私は19の時に来たので、もう12年ですね。長いですね。もう江戸は一周したぐらいな。愛ちゃんは？私は3年目です。あ、まあそんなもんなんだ。4年目です。まだそんなもんです。そうそう、だからあの私が熊本出身で、うん、高知出身なんですけど、はい、4年目なんですね。まだ4年目なんですけど、大阪来て私驚いたことがあって、うん、ほうほうほう、コンビニがここにあるのにまたこっちにあるみたいな、うん、あーもう道を挟んで、はい、もうファミリーマートがあってローソンがあってととか、セブン入れがあってまたセブン入れがあるみたいな。ほんと道挟んだところ。私のところは、高知県はセブンイレブンがまだ多分1個ぐらいしかないです。1、2個ぐらいしかそんなことはないと思うんだけど、ね、本当です、本当です。セブンイレブン以外のコンビニはあるんですけど、いや本当に少ないんですよ。少ないの？いや、セブンイレ、あの日本の全国、日本全国でコンビニが一番多いものはセブンイレブンよ。あ、そうなんですか。1万1000店舗だったかな。ローソンが2番だよ。でも1店舗しかないの。でも本当になんか進出してきたばっかりで、セブンイレが。だからここもやっぱ都会は違うなと思って。大阪来て変わったこと、うん、なるほど。それがまあ、そうか。私はあのまあサクッとしたものを言うと、うん、あのもうやっぱりもうベタですけど、あ、女の人でも関西弁喋るんだなって思いましたね。あの、なんか普通に関西弁喋るのはもううちらはテレビしか映ってないから、はい、警察24時とかてめえ舐めてんじゃねえよみたいな感じのやつがあるじゃないですか。はいはい、今のもうやそれであのやってたんですけれど、あの、ま、女性とかでもあのこれなんぼするんとか言ってるんですか、お店とかで。もうあれがすごい違和感で、おしとやかな女性でも、まあ、おばちゃんとかまだいいけど、あと3歳ぐらいの男の子でも、あれ買ってやんとか、ね、よくわかんないですけど、12年経っていまだに思う、か、うん、あれ買うねんとかなんか言うんですよね。方言ですよね。関西、あ、関西弁で喋って、そないやねん。そないやねん。そないなんですか。そないなん関西弁。今日はじゃ関西弁で送りたいと。でもイントネーションは、うん、私も関西弁です。いや、多分イントネーションはね、関西弁だったらイントネーションって言う。あ、イントネーション。イントネーションをお届けして、じゃあ第もう一回ちょっと軽く、じゃあちょっとここだけ関西弁でやってみて。さあ、今夜も始まりました。第12回稲田和真のパロチャンネル。え、イントネーションわからない。今夜も始まりました。第12回稲田和真のパロチャンネル。なんかね、でも。なんかバカにやられそうそうですか、こ、考えねこんな感じっていうことで、あ、おさげてびっくりしたなって、まあ、そんな感じかな。なんかそんな感じかわかんないなるほどねでは、今回そうですね、1周年ということで、うん、せっかくなら、ちょっと今回は、まあ、盛大にいきたいなと思いますので、今回は私たち司会ではなく第9回に出ていただいた中西健ちゃん、スタッフですね、来ていただきます。中西健ちゃんが司会でゲストと交えてトークしていけたらと思います。いろいろとお世話になりました。ありがとうございます。というわけで
ではけんちゃんにタッチしたいと思いますので、はい、ここからは中西健のパロチャンネルお届けしたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、というわけでバトンタッチされました中西健です、イエーイというわけでですね、今日はなんと1周年ということで、なんとですね、稲田和真くんと山崎愛さんをね、ゲストに迎えて、久しぶりに皆さんもちょっと気になってるんじゃないですか、2人のこともね。というわけで、今日は2人をゲストに交えてお送りするぜ。じゃあゲスト登場していただくぜ稲田和真くんと山崎愛さんです、イエーイ、お願いいたします。お願いします。変な感じですね。いや変な感じですね渡れないな。今日は逆司会ということでね、滑りまくりの稲田和真くんと、天然の山崎愛さんですお願いいたします。お願いします。ね、というわけで、僕もねあんま司会というもん慣れてないんですけどもね、今日はね、たっぷり2人をね、フィーチャーしていこうかなと思いますけども、うん、ではでは改めまして、軽くね自己紹介の方をね、1人ずつこのカメラに向かって、はい、どうぞ。はい、私はあの稲田和真のパロチャンネルの、サブアシスタントとして活動しております、稲田和真、熊本出身です。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。イエイ。はい、はい、稲田和真ポロチャンネルのサブサブアシスタントの山崎愛です、高知県出身です。お願いします。お願いしますというわけで あのね、うん、あのここでね、さっきもオープニングトーク見てたんですけどもね、うん、何やあのトークはと俺やったろと、はい、じゃあどうしましょうかね、じゃあお二人一気に聞きましょうか、これは。おう、二人ずつ一気に聞きましょうか。うん、じゃあまずは趣味談がいきましょうか。趣味軽くね。慣れないな、軽く趣味なんだ。趣味私の趣味は、まあ、そうですね、最近はドライブですね。ドライブ、車でドライブ。おお、誰が運転するんですか？自分が運転するんだけど、あの車はもちろんまだ持ってないんですけど。持ってないんかい車を買ってあのカーシェアリングが最近流行ってて、その登録、会員登録すれば月いくらっていうやつで ありますね。でそこでその近くのその自由に、ね、駐車場に止めてる車をピッてその専用のカードを押したらその車がレンタルできる。そう自由にレンタル。わざわざそのレンタカー屋さんとかに行かなくても、うん、でそこで借りて、で運転してたら結構それ、車もいろんなもの乗れるし。なるほど、うん、いいです。私の趣味はスーパーに行くこと。スーパーっていうのは、ジャスコとかなんか家に聞いてスーパーに行くことが趣味っていうのはなかなか僕は聞いてないけど。いやけど本当に好きなんです。家の近所に何も買わなくても。いや絶対買っちゃうんですけど、家の近所に4軒ぐらいあるんですけど、うん、4軒もあるの？コンビニ。もう時間があれば、うん、時間があれば行ってそこのなんか美味しそうなやつを全部買ってくる。なるほどね。だからちょっとお金かかっちゃうんですけど。スーパーか。そう、もう26年間生きてきて趣味スーパー初めて聞きましたけどねいやあの服を見に行くとかだったら分かるけどね、街中でスーパーに行くっていうのは一周年ですから。それも一周年ですかね。なんかこうお二人がこうやっぱ司会やってて、うん、いろんなゲスト来るじゃないですか、うんうん、なんかこうどうですかね、司会の立場からして、うん、こうやっぱりゲストに出るっていうのはやっぱ違いますか？うん、全然違いますね。ますなんていうのかな、ちょっと肩を預けてる感じはちょっとあって、ああ、もたれかかってる、そうそう、もたれかかってる感じがありつつ、でもやっぱりちょっと慣れてないふわふわ感が逆に面白かったりしてる、遊んでる感じもありつつ、どっちかって言ったらこっちがこうやって聞きながら話してるのが、ま、もう慣れてる感じがあるから、すごいふわふわしてて、もうちょっと遊んでもいいかなと思って。いや、あのね、この2人ね、いつもオープニングトーク最近僕お題出してるんですけども
さっきもね、もう始まる前にね、すごい頭抱えててね、ほんまね、僕お題、これ俺10日前ぐらいに出してるんですよ。どんだけ考える期間あったねんっていうぐらいなんですけども、そうなんです、うん、10日間考えてあれかいっていうね。結構クオリティ高かったんだけど、絶対クオリティ高かったかな。全然全然分かんない。いいでしょ。というわけで、お、最初はまあとりあえずこんなもんでいいですかね、トーク、おートークは、うん、はい、というわけで、うん、次のコーナー行ってみましょう。語り出す次のコーナー、パラーン、ライブ映像紹介。イエーイ。編集やってるから自分の中で一応イメージがあるんだな。そう、イメージが今これ止まってましたから。あ、止まってた、今止まってました。今切るとこでしたからちゃんとね、うん、というわけで、はい、ライブ映像、いつものねライブ映像を紹介したいと思いますけども、いつもはねゲストの方が、ここで紹介して、ライブ映像を紹介するんですけども、今日はあのカズマくんがね、紹介してくれる。紹介分からないか。紹介してください。せっかくなんでね、もうカズマくんに紹介してもらってね。というわけで、カズマくん今日は。はい、今回は、まあ、1周年ということもあり、で私あの、まあ、熊本出身でライブではいくつか紹介させていただきましたが。まあ、先日ありました熊本の地震があり、まあ、私の家もすごいことになっておりまして、そこは会場でもいくつかお話しいたしましたが、まあ、そのことですごく心揺れて出来上がったすごい命ある歌が一つございます。そちらを、まあ、今回を機に、皆さんにお届けできたらと思います。曲名はただただ生きてほしいという歌です。はい、というわけで、うん、それでは、ライブ演奏の方を聴いていただきたいと思います。それでは、ただただ生きてほしい、聴いてください、どうぞ。歌ってる時も遊んでる時も歩いている時も座ってる時も笑い倒しても悩み倒しても何年経ってもわからなかった、こうしたらいいんだとか、そんなことばかり考えていた。本当にそんなことばかり、何のために歌うのか、誰のために歌うのか、探し求めるように歌っていた。やりたいこともわからないまま、ただただ生きてきた。ただただ生きてきた。ただただ生きてきた。ただしれない、慣れすぎたことまで頭にも入らない。しかし突然飛び込んできたニュース、全てが一気にどうでもよくなった。ちょっと待て、明日がどこよりそもそも今生きているのか。
というわけでやってきましたけども、何ですかこのお酒は。いきなり新コーナーということで、はい、稲田和馬のこだわりということで、まあ、私の、まあ、せっかく番組1周年させていただいてるんで、ちょっと自己紹介も兼ねて、好きなお酒を、まあ、1周年の祝杯も兼ねて、お酒ですって持ってきました。ここまで用意されてましたね。じゃあまず軽くお酒の紹介してもらっていいですか、これ。まあ、今回はそのみんなで飲みま楽しく飲みましょうってわけじゃなく、うん、お酒の紹介で好きなものはこういうもので、もしよかったら皆さんということです。紹介します。はい。私が好きなビール、レーベンブロイ。名前はあんまよく知らないんですけど、レーベンブロイという、これは友達と一回家でパーティーした時にキキビールをやりまして、ビールをたくさん10種類15種類やって、そこでもう、まあ、私含めその全員がそれビールごとに点数つけていったんですけど、見事1位獲得したビールがこのレーベンブロイ。これはうまいですよ。これ外国の？外国のビール。また、まあ、多分この辺もまたケちゃんの方が出ると思うんで。いつものね。そうです。言えると思う。レーベンブロイ。へえ。っていうのがまずビールです。はい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 。でもう一つ。はい。こちら米焼酎無水流水。無水流水。こちらは私がもう焼酎の中でもダントツの1位で。焼酎です。まあ、九州の人は芋焼酎で有名、みんな好きで言うんですけど、この無水流水は米焼酎で、この字、無水流水の字を、このラベルを書いたのが、おう、うちの母親です。え、母親、うちの母親書道家なんで。はあ、そうなんすか。そうなんです。これがまた好評で、ちなみにお母さんの名前は、うちの母親稲田俊慶。俊慶、男みたいな名前ですね。俊慶で、春に、はるかみたいなじゃないですか、その稲田俊慶。書道家、書道家の、ありがとうございます、稲田俊慶さん。はい、ということで、はい、まあ、このまま缶のまま飲むっていうのもさすがに番組ではどうかなということで、はいはい、まあ、色を見つつ、はいはいはい、味を楽しみつつ、はい、感想を聞きみたいな。続きましょうか。はい、レーベンブロイ。うわ、めっちゃいいでしょ。めっちゃはみ出たよ。これどっちにするんですか。ビールはじゃあこのワイングラスの方で、無水流水がこちらで、このまま、はい、はい、はい、ワイングラスでビール、ワイングラスでビールってのもまたオツですよ。そうなんですよ、おしゃれなんですよね。でちょっとまあ色とか見ながら紹介していきたいなと。まあ、香りとかはちょっと難しいのでね、そこはまたお店とか普通に売ってるんで、ぜひ。で、無水流水、これ映ってます、ちゃんと映ってますか。はい、無水流水。じゃあ、ビールからいきましょうか。そうですね。じゃあ、じゃあ一応おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしょう。お、飲みやすい、うん、そう、飲みやすい。あ、なんかこれね、飽
後味がね、うん、すっきりしてる。そう、うん、そう、これ美味しいですよ。これ後味が飲みやすいですよ、ね、なんかフルーティービールでやっぱ少しちょっともたれるようなイメージがあると思うんですけど、ちょっとね、あとはね、すっきりしてて、女性とかでも楽しいし、でもすっきりしてる割に結構コシがあるというか、うん、コクがあるというか、うん、そうね、ふわってこう、ガーってきて、普通のビールとかもね、後味こう、シューンって残す感じがね、バッて飲まれるんですよね。多分これカット、カットですよ、ね、何言ってか分かんないよ、分かんない。とにかく飲んでみてもらいたい。美味しい。あ、これがレーベンブロイ、レーベンブロイということで、美味しいですよ、これ。これなんぼですか？こちら1本、たぶん250円とかも普通のビールと同じぐらい。あ、250円だからちょっと高いかな。普通のスーパーで売ってると。そうです。ちょっとしたスーパー、普通のスーパー売ってないかもしれないんですけど、少し高級スーパーで、まあ、イカリというところで買ったんですけどね。ありがとうございます、レーベン。スーパーが好きな愛ちゃんとしよう、はい。ぜひぜひ飲んでみてください。はい、いただきます。レーベンブロイでした。では次。はい、次。薄いビール、薄い。焼酎飲んだことないです。ちょっと稲田俊圭さんがね、はい、無水流水。あ、焼酎。じゃあ、まあ、今無理せず焼酎あんまり。はい、いただきます。はい、まあ、ちょっとずつ。すごい面白い。これきますね、結構。これこれめっちゃきます。俺ちょっとあの。油断してちょっと今結構量を飲んじゃいました。美味しいだと思うんですよ。あ、そうそう、あのこれね、美味しいんですけど、これ焼酎好きな人にはめっちゃ好きだと思います。今ちょっと俺油断してちょっと結構ゴクって飲みましたよね。飲んじゃいましたんだよね。ちょっとあれなんですけど、大人の、あ、でも大人の無水流水、これは売ってるんですかね。こちらはあの熊本のお店で売ってまして、ちょっと今はどうかわかんないですけど、そこで取り寄せて、これ意外と安いんですよね、これ。3000いかないんですよね。あ、そうなんですね。これ取り寄せとかできるんですか。取り寄せできます。私取り寄せして、もう好きすぎて6本一気に取り寄せたりとか。へえ、すみません。じゃあこれ見て、これもし飲みたいなって人はどうしますか。あ、これ見てこれ飲みたいなっていう人はですか。はい、あのこちらにぜひ稲田和馬オフィシャルウェブサイトのではなく、はい、あのお店にお願いします。川上酒店っていうところで。川上酒店、そこじゃないと、いや他にもあると思います。ちょっと私がすみません知らないだけで、まあ、無水流水という酒店、はい、でも後味がすごい、うん、あのいいですね、ほんまに今後味がすごい色の濃い2つのお酒を飲まさせていただきましたぜひお酒好きな方は、ね、はいはい、試してみてください。まさかの反応でしたけどね。いやでもね、あの美味しかったです美味しかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、お酒と、もう一つなんか、お酒と、まあもう一つ、まああとはまあ音楽の話、あ、大丈夫ですかに、はい、あのしようと思いますが、まあライブへのこだわりということで、まあ、せっかくなのでライブのこだわり、はい、まあ見ていただいた通り、うん、ライブの前には、まあ化粧をし、髪の毛もまあこれちょっとあのロックスターっぽくというか、あと衣装を着てっていうのがこだわりです。あとはご飯は食べない。これは宮子ちゃんは食べるっていう派だ、食べない派。何も食べない。4時間ぐらいはもう何も食べない。フリスクも食べない。食べない。フリスク食べれない。あ、お菓子が出ない。水も飲む。水は飲みます。あ、もうあの前の企画ライブ出ていただいて、4月、そうそう、4月の企画ライブ出ていただいてね、本当にいいライブを、僕の前やったんですけどね、いいライブをしてくれました。いや、ドンピシャーズも良かったよね。うん、下町ドンピシャーズ、下町ドンピシャーズも良かった。稲田和馬も良かったよ。まあ、顔がいい、顔がいい、大丈夫、顔がいい、酔っ払ってちょっと頭見れてる気がする。まあまあ、というわけで、というわけでですね、でも、ザキさんあんま喋ってないですよね、今ね。まあ、ちょっとここは私のコーナーで、多分この次が多分ザキさんよくしゃべる。そうそっちの方向でいた方がいいじゃないかな。ザキさんはいつもね、僕ら3人でこう喋ってるとこう聞き手に回る人なんですけどずっと聞いてる、シュンとしてる僕らが大丈夫っていうぐらいのね、うん、気使って言ってるぐらいなんですけどね、何を考えてるかわからないそうですね、僕ら3人の中でも何を考えてるかわからない第10から締めましたしね、はい、そう締めましたし、ま、今現在が楽しいのかどうなのかっていうかね、はい、あんま
の表情から読み取れるキャラ。いつもね天然なキャラとして、この番組を盛り上げていただいてます。ありがとうございます。もうこれからもねその天然なね、ド天然な、キャラクターでね、突破していってほしいと思います。語り出す。はい、というわけで、もうお酒ちょっと今片付けちゃいましたけどもね、美味しかったですか？美味しかった。美味しかったです。めっちゃうまかった。めっちゃうまかったですわ。というわけで別に酔っ払ってないですからね。今回のじゃあ僕が持ち込んで、はい、持ち込み企画ということで、うん、ダララン。実は本当知らない。果たしてこの二人に司会者としての資格はあるのか。司会者記憶力クイズ、イエーイ。記憶力クイズ、このコーナーはですね、司会者のお二人に過去に出演していただいたゲストたちとの会話の中から問題を出していきます。それで果たして資格はあるのかと、それもう覚えてるかどうかというのをね、ちょっとクイズ形式にしてね、出していきたいと思います。で5問出したいと思いますけども、負けた方にはもちろん罰ゲームでございます。その罰ゲームというのがですね、次のパロチャンネルの第13回のオープニングトーク、ああ一応あのまたやりますよ、司会はやりますよ、やりますよ。第13回のオープニングトークで、はい、みんなが爆笑するような滑らない話を、してもらおうかなと思いますけど、当然ね、でもね、あのもちろん、全問正解したらもうなしです、罰ゲームなしです。あ、全員2人ともね、はいはい、うんうん、全問正解、それはもうそこまで僕は鬼じゃないですから、全問正解したらもう OK です、その代わり負けた方にはちゃんと記憶資格がねえということで、その罰ゲームもちゃんと受けていただきますから。はい、というわけで、ではでは、いいですか、早速いきますか。早速ちょっと待って、問題の方いきたいと思います、はい、第1問、ダダン第7回ゲスト白黒のお二人、白黒のお二人のキャナさんの方ですね。キャナさん、はい、キャナさんが影響を受けたアーティストで挙げたのがジュディ&マリーと答えていましたが、もう一つ、アーティストの人じゃない人物を挙げていました。それは一体誰でしょう。はい、書いてください。書いてみたらダメですよ、答え、ジュディ&マリー以外にアーティストじゃない人を挙げていたとこついてくんな、わかんねえさあさあさあ、この二人ね、もうこれぐらいちゃんと覚えてると思うんですよ、本当に司会者であればね、わかんねえやべえ、早速劣勢だ、わかんねえ。はい、それでは同時に上げていきましょう。同時に上げていただきましょう。どうぞ、ダダン。片桐仁、片桐仁近所のおばちゃん、おお、ザキさん正解すごい近所のおばちゃん、そうそうそう、印象的だったんです。そう、近所のおばちゃん、おっちゃんと挙げていました。見事第一問正解でございます。それではボケることもできんかった。第2問いきます。ダダン、ちょっと意外と舐めてたな、難しいぞ。第4回ゲスト森美希さんと布川浩二さん、はいはいはい、司会の山崎さんが、はいはい、布川浩二さんを呼んだ際に名前を間違えてしまいました。さて何と呼んじゃったでしょうか。さあこれ書いていいんかな、これ大丈夫なんかな。山崎さんも、じゃあ山崎さんが言ったやつですからねこれ。待ってください、名字はね覚えてるんです。そんな失礼なことですよ。ダメですよ、失礼なことじゃないですよ。失礼に当たります。失礼じゃないですよ。なんだけど。くそ。OK ですか、はい、それでは、上げていきましょう。どうぞ。ダダン。なめかわたかさん。布川浩二。布川浩二そのままじゃん。そのまま。うん。合ってました。間違っていないってこと？ブー
どういうこと。いや布川これ本名、本名はねえか。あ、よかった、私本名が間違えてるかと思うんで。ブー、 どういうことこれ意味が正解は布川裕二さんですね。工事の工っていうカタカナを裕に間違えて布川裕二さんと答えちゃいました。それも、あ、そういうことね。本当に滑川浩二さんを謝ってください。滑川さん、すみません、本当にそうです。滑川さんじゃないですね。おお、落ちた。ちょっと布川さんのはい、というわけで、1対0でございます。はい、次第3問。はい、ダダン、第8回ゲスト、はい、日比野武さん。あ、はいはい。本人が自分で連呼していた自分のあだ名がありましたが、なんというあだ名でしょう。それはわかるぞ、それはわかる。よし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 。結構連呼したよね。結構連呼してましたよ。さあ、オーケーですか。オーケーですか。じゃあ上げていただきましょう。どうぞ。幅広し、幅広し、クマさん。めっちゃくちゃひどすぎるわ。これはひどいやつ。これ司会者としてどうすか。クマさん、自分でクマさんなんて言わない。まだ一応やね。はい、あだ名だから。はい、正解でございます。稲田和真さん、幅広しでございます。そうっす、もうひどくて。はい、というわけで同点でございますよ。よくできてるな。よくできてますでしょ、ね、じゃあ次の問題いきたいと思います。はい、ダダン、第6回ゲスト東郷真琴さん。ほう、歩くことが好きと答えていました。はい、その理由とは何でしょう。歩くことの、歩くことが好きっていうね、理由を、答えてくれましたよね。これはね、なかなかの名言というかね、いい言葉だったんですよね。結構いい言葉でしたね。ありきたりじゃないの、多分。はい、ボケなしで普通に書いた。ボケですか。うん、それでは、あげていただきましょう。あげていただきましょう。どうぞ。だだん。おいしい酒と出会える。ほう。気づけなかったものに気づける。あ、なんかいい感じです。正解。気づけなかったもの、マジか。もう歩くスピードだと見えないものに気づくからということで、うわ、見た位置でしょ。だから見た位置。それでは、はい、一応ラスト問題です。ダダダン、第9回ゲスト中西家、僕でございますけど、僕が、うん、最近ハマっていたことに挙げていたのは何でしょうか。あ、それはいけるかな。僕の最近ハマっていたこと、なんて聞こえるかな。お待たせしました、かけました。 OK ですか、はい、じゃあこれで勝敗が決定するのか。それではお二人挙げていきましょう。どうぞ。生物が人間になったらどれぐらい、はい、あれぐらいすごいか、トーク両方正解。というわけで、3対2ということで、カズマくんの負け。アイちゃんの勝ち、ザキさんの勝ち。というわけで罰ゲームでですね、次のパルチャネルのオープニングトーク、誰もが爆笑する滑らない話を、していただきたいと思います、はい、皆さん楽しみにしておいてください。はい、語り出す、はい、OK です。というわけで、はい、こういう流れでですね、もう時間も時間でございますので、このままね、ライブ告知の方に、はい、いいですか。いきます。このスタンスで、はい、大丈夫です。では、ライブ告知の方よろしくお願いします。はい、ライブは6月、3本決まっております、うん、6月2日に、うん、谷町9丁目ワンドロップ、はい、いつも出ているところでございます、はい、8時スタートで出演順は当日決まりますので、またぜひ大阪です、よろしくお願いいたします、うん、で6月は中旬に、6月16、17日東京に行きます。お、6月16日四ツ谷天窓、うん、6月17日、うん、大久保光の馬、うん、東京に行きますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、西のじゃなくて、うん、東、あ、何でもないです、西の東京が京都ですね。はい、はい、
うん、でも行くのは今の時代全然いらなかったでしょ。カットカットということで、はい、7月もいろいろありますが、はい、とりあえずは、はい、はい、というわけで、カズマくんのライブ告知でございました。はい、はい、これからザキさんはいいですか。私はいいです。大丈夫ですか。はい、はい、というわけで、ラストトークでございます。お、番組も終盤に近づいてまいりました。というわけで、どうでした今日は。いや、ちょっとやっぱ面白かったです。面白かったですね。お酒もしっかり、なんか反応しっかり、ああゲストの方のなんか気持ちが少しでも寄り添えたなと思ったし、もっと面白い番組を、あの2人でとケンちゃん、ね、3人でやっていきます。まあとりあえずやっぱり2問しか正解してないので資格はねえんだなって思いましたけどね。こんな資格ない、問題だったよ。これを回重ねていくことにね、またあの今日問題出したので、皆さん意識してね、会話を意識して、はい、聞いておいてくださいね。意外と覚えてない。はい、というわけでね、今回は、1周年企画ということで、はい、山崎愛ちゃんと、稲田和真くんをね、ゲストに迎えて、うん、やってまいりました。そして司会は、中西健、僕がやらせてもらいました。はい、次回からはまた僕ね、裏方の方で、カンペとかね、際どいカンペとかね出していきたいと思いますので、またまたねこの番組いよいよ盛り上げていただきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。お願いいたします。ともはい、というわけで、どう締めましょうか。じゃあいつもの感じで言いますか。いつもの感じでいつもいつも司会やってるような感じで、はい、じゃあは、はい、今回司会を務めましたのは中西健とゲストの稲田和真、山崎愛でした。イエーイ、また Thank you. お会いしましょう。 See you again. これからもよろしくお願いいたします。